メサメサの猫生。さあ皆さんこんばんは、ミサミサ、チャンネルニコ生配信 MC の私永井雄一郎です。そして僕と一緒に進行してくれるアシスタント兼通訳のイ・ウンジちゃんです。こんばんは、韓国出身の笑い芸人イ・ウンジです。もう撮っちゃったお願いします。さあということで早速ね紹介しましょう。うんちゃんお願いします。メサメサへ続けよう。はい、皆さんこんばんは、おつこの中のおつこメサメサです。鍵そげへ続けよう。はい、僕はメサメサのリーダーチャンネルです。よろしくお願いします。やーはー、やーやーやー。そしてテイです。よろしくお願いします。はい、やーやーやー。そしてドヨンです。よろしくお願いします。よいしょ。そしてカイエンです。よろしくお願いします。お願いします。そしてセコゼミです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、この配信はですね、一部無料でお楽しみいただけますが、月額会になっていただくと全て視聴できるというシステムになっております。最初の10分以降はシャッターを下ろさせていただき、それ以降は月額会員限定配信とさせていただきます。今回のキーワードはクイズです。クイズとメンバーの愛情が試されます。なので、この機会にですね、ぜひ月額会員になって最後までお楽しみください。さあということで、あ、今日もね、いろんな書き込みをね入れていただいてますよ。テイ君かっこいいですね。テイが多いね。今日一番テイ人気じゃない？わかる、わかる。テイ君好きって言ってくれてますよ。サンちゃんも来てます。あ、ドヨン君も来てるね。チャンジェ、オッパー、オッパー。あー、さあということで、もういろいろ来てますけれどもな。前回は、ことわざクイズ結婚スピーチね、はい、ありましたけれどもね、いかがでしたか、やってみて。本当に、うん、楽しくて、うん、特にことわざ、ことわざが、ことわざね、はい、面白かったね、はいはい、確かに、はい、ちょっと日本語の上達にもなるしね、はい、ぬこちゃん、そうそう、その中ね、爆発的なね、何々の手も借りたいっていうところで、はい、ね、ジェミンはね、はい、そこ知ってたよね。はい、猫の手も借りたいってね。あ、はい、ね、猫の手も借りたい。そうそうそう。でもうどうやもよっしゃ、俺もこれも分かったみたいな感じでこうフリップをぬぱって出してみたらぬこだったからね。ぬこの手も借りたい。はい、ぬこでしたよね。本当に困った人でしょうね。猫の手も借りれない人がぬこを借りるんでしょうね。さあ、あとは新曲の、Good to be bad、ね、こちらリリースがもうすぐということですけれども、いかがですか、みさみさのみんな。ドキドキします。ドキドキするね。ドキドキする。それは身長が痛い。身長が痛い。ドキドキするから、うん、身長が痛い。心臓、胸が、心臓が痛いね。そう、ドキドキしてね。心臓知ってる、うん、猫だからね、やっぱり。うん、間違った。やっぱり緊張はするけどね、はい、きっとみんながね、やっぱまた応援してくれますし、いい結果出るんじゃないでしょうかね、はい、さあ、いろいろ書き込み来てますよ。さあ、ドヨン君、昨日はありがとうっていうのも来てますね。はい、ジェミン大好き、ありがとう、こちらこそ。ああ、僕も大好きだよ。幕張が刺さったっていうのも来てますよ。ね、幕張が刺さったね、吉本。あ、はいはい、ここがおってんにゃこれ。幕張の時はドゥン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 、全然じゃあ、これ名前なんですか。なんか、いろんな提案、100万天井、本能寺の変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 。安心してください、履いてますよ。それもやったの。とにかく明るい安村、見ました。あ、見たんだ、一緒にやったんだ。本能寺の変は、エクスプロージョンね。はい、うん、いいよね。はい、あれね、でもね、一つだけあ、でもね、いろんなね、芸人さんのいいリズムをこう取り入れたんだって。その中にドンしてドンしてってあるんだけど、そこでパンスパンっていうのを入れてくれてる。あ、本当ですか。本当に、多分ね。さあさあさあ、他にもね、いろいろな書き込みが来てます。新曲いろんな人に宣伝するね。ね、嬉しいね。ありがとうございます。かっこいい。皆さんなんか質問なんといけないって。みんな質問お願いします。俺も大好きだよ。俺も大好きで、あ、それ言ってもらえないんじゃない？ちょっと一人ずつさ、カメラに向かって前に行って、
そこに立って俺も好きだよって言ってあげてよ。ちょっとたまにはそういうサービスもしようよ。ねえ、ジェミ君が。じゃあジェミ行こう。ジェミ行こう。ちょっとみそのみんなにちょっと愛の気持ちを伝えてよ。ウォーキング、ウォーキング、ウォーキングラ、ラブ。ウォーキングラブ。まずトップバッターはこちらの方、ジェミン。大好きだよ。いいねー。いやこれは嬉しいよみんな。はいじゃあサンちゃん。大好きだよ。おーい、はい、どうよ。大好きだよ。はあ、いやいやいや軽い軽い軽い。まあまあ、サンジェ。遅いよ遅いよ。大好きだよ。すごいね、やっぱサンちゃんのツッコミいいね。さあラストはテイ。大好き。ぼや今。ぼや。いいね。いいね。いやね、しつこいよ。CM みたいだ。しつこいよ。ねえ。嬉しいよね、こういうのはね。さあさあさあ、私も好きって来てくれてますよ。おお。ミュージカルか。ああメンバーの最近の秘密か。ああ。メンバーの最近の秘密なんてあんの？秘密だよ。メンバーにも言ってないような秘密。ないです。ない。全部打ち明けてる。はい。メンバーが一番多いかも。ないですよ。メンバー僕の秘密はメンバーの皆さんが知ってると思います。うん、何ですかその秘密が？その秘密が何？だから大秘密一個あるじゃないですか。あ？どんな秘密？ちょっと打ち明けてよ。あーなるほど。そしてサン君いろんなところを見ちゃうからサン君がサンちゃんね多分一番多いんだろう。サンちゃん秘密持ってんじゃない。そうですよ、絶対みんなに言ってないことあります。終わった、あった何、うん、秘密だから秘密です。いや違うんだ、打ち上げろって言ってんの。サンちゃん腕上げたね。ドゥーンもなんか秘密なんかあるんじゃないか。たくさんあるんだと思います。僕は なんか今ないです。ないの、はい、本当にないです。あ、そう。こたつ買ってもらったっていうのあるけど何。こたつ買ってもらった、こたつ누가사줬냐고요。あ、まだです。長井さん。こたつまだ。長井さんが買ってないです。長井さんにだって、はい、俺に、はい、こたつ欲しい。はい。え、みんなで暮らしてんだもんね。はい。一つあればいいんでしょ。はい。いいよ別に。え、本当に？いいよ。何が？何がって何？こたつ。いやもう、え、ちっちゃいやつでいい。え、いくらですの？こたつ。もう今皆さんが秘密ってなんて。じゃあさ、じゃあまあ俺もいいよ。じゃあ俺もいいけど。え？秘密何？あ、こっちになんか宿って。宿。AV。あ、言わないで。AV。あ、ただ面白いだろ。エロいやつじゃん。AV を見て、エロいやつ。最近 AV 見てる。あ、全然。アニメ見ます。AV 見てるなんて、それは男の子だもん。それは見ますよ。僕は見ません。見ますか？見る見る。あ、エロい。39でもまだ見ますよ。あ、エロい。エロい。全然見ません。普通のことでしょ。あ、じゃないですよ。あ、恥ずかしい。やっぱ、アイドルは見ないか。見ないです、はい、見ません。全然。わあ、そう、興味ないんだ。見たことがないです。逆にやべえよ、それ。なるほどね。こたつってさ、マジでいくらすんの？ピンキリ。ピンキリ。え、それさ、やりませんじゃん。次の次の次ぐらいでもいいから、そういう争奪。そうだ、その代わりなんかじゃあ俺が負けたらこたつ買うよ。その代わりさ、ただじゃやだよ。なんか負けたら5人から俺になんかちょうだい、ちょっとずつでいいか。あ、はい、じゃあやりましょう。優勝したら投資でます。じゃあそっち側が勝ったら俺対だから、ミスターミスターでやって、俺が負けたらこたつ買うよ。はい、でも俺が勝ったらなんかちょうだいよ。あの、すいませんですが、ちょっと失礼、今ちょっとこたつがなんですか。
아, 아. 그 테이블을 테이블에 이브라야 있고 따뜻한 아 코타츠 아 코타츠가요 네 난방 죄송합니다 아 진짜 아 나타모 知らなかったよ 知ってたよ 負けたら 負けたら 次の 次回作に 俺 出してよ 次回作は 다음 친구를 자기도 너무 아, 아, 네, 아, 네, 마네서さん 아, 大丈夫ですか?ちょっと待って、もう10分だって。早い。ということで、ちょっともう俺はもう本当いいわ。ちょっとドヨン、ちょっと読んで。うん、何をもう俺読みたくないんだよもうあれ何を10分経ったからってやつあ10分が過ぎました皆さん、うん、残念ですね何にあやつ言えねえよ残念残念ですが10分が過ぎちゃったから、うん、はいもう終わりかな新しいパターン純粋に、はいってことは？あいや、ん？シャッターです。シャッター。初めてニコ生やりました。じゃあシャッターでございます。面白い。あ、なんか僕と三洋くんが最近ニコ、あ、え、うん。あ、言ってもいいですか？うん、言ってもいいよ。最近なんかニコ生の1話を見ましたが、うん、びっくりしました。あ、びっくりしました。どうだった？なんか。어나가이상또은지상가뭔가유때모뭔가제인의효자가전혀막깔았다그러니까그때나인다엔기뭔가엔기래아나오르다틱톡틱톡이전혀막깔았다그생각해도でも1년でここまで成長したらすごいよねすごいそして조여상도なんかセリフがいい敵でしたなんか高井さんが조연君なんかこれ上手って言って조연さんが僕がちょっと上手です。ちょっと上手だよね。終わりかな。なるほどね。そういう歴史をちょっと探る回っていうのも面白いかもね。面白そうです。確かにちょっとずつ見ながらこここうだったみたいなねピックアップして。上手。あの名シーンみたいなねちょっとピックアップした日もやりたいね、はい、そんなのもねはい、はい、やりたいですじゃあ視聴者が、覚えてるとか衝撃的だったシーンを応募するとかもいいんじゃないおーいいじゃんこのシーンをもう一度見たいみたいなねうん、うん、そんなのもやっていきたいねあ永井さん星大丈夫っていうのが来てるということであ永井さんなぜかね、はい、一昨日起きたらぎっくり腰痛くてあいきなりいきなりよでその日群馬で仕事だから群馬まで行ってさで朝までの仕事で、はい、で朝一で帰ってきてでも今もう医者行って整体昨日も今日も行ってきてでもすごいね整体ってびっくりした腰を治すって言ってるのにこの指触ったりするのこの辺とか体が全部つながってんだよイエーイわーおめでとうおめでとうおめでとうびっくりしてたよねこれはリコ生のためにセクシー写真撮るだからセクシー写真最近俺やってないんですよでもなんでやらないですか見たいです今日がニコ生だから、うん、多分群馬で通るながらなんかトイレでうっしましたよねやってねえよ誰がじいさんだよじいさんだよねだろまださあ、スーパームーン見たってなんかあったんだよね何百年に何年どんぐらいでもその雨でしたからこのぐらいあ68年か68年そう確かそうなんだ。お尻みたいなんだそれ。俺違う。ちょうどそのスーパームーン見れるかなってみんなで外見てんのよ。はい。後輩芸人が窓の外。俺起き上がれなくて何もできなかった。そうなの、ね。見た？スーパームーン。僕は見なかったんです。はい。その日雨でしたから。そっか。みんな見れてないのか。はい。はい、どうなんだろう。味噌のみんなは見たのかな。味噌の皆さん見ましたか。味噌の皆さんがなんか撮って、うん。ツイッターとか。あげてくれましたが、ねはい、そうなんだ、はい、そんな綺麗なのスーパームーンってスーパームーンって綺麗ですか綺麗だった、はい、どんな感じなの言葉で表すとしたらジェミンがジェミン君の顔みたい
僕の顔よりそんな綺麗少ないスーパームーンですか。えなんで伸ばすスーパームーンでセーラームーンみたいに言ってるけど、そんなふざけてたら月に変わってお仕置きだよ。そんなお仕置きですよ、うん、僕は見えないやあ、セーラー見たんだね、みんな見てくれたんだ。あ、見てくれたんだって俺んじゃねえけどもう、まあいろんな質問ね、もう純粋なのあるよ。こっち、あ、でもあっちの方がいいか。女性の理想の身長はっていうのも来てんだね。身長ですか。身長、どれぐらいの人が好き。身長俺はね、ちなみにね、150から60の間ぐらい。あ、結構詳しいですね。詳しい、まあ、それぐらい、それぐらいがいいかな。サンジェ君はこれ40から80まで。いや、幅広いな。はいはい、まあ、あまり気にしないです。幅広いな、はい、180、140ってだいぶ小柄だよ。はい、見えないです、うん、見えるよ、こうやってミニモリだよ、ミニモリ。あの、こっちしか見えないけど、うん、こっちが可愛いだったら大丈夫です。あ、いや、もっとドストライクで聞きたいのよ、みんな。私の身長はタイプなんだなとか、そういうのを知りたいから。167、160だ、ドンピシャ。ドンピシャ。え、ジェミンは今え何センチ？ここですか、うん、僕今ちょっと伸びているから。伸びてんのまだ？はい、まだ成長がまだ止まんないの、はい、すげえな、お前何センチだよ、ちなみに。今180ぐらい。180？ もうちょっと過ぎかな。そんなあるんだ、さすがだな。じゃあ167ぐらいいいかもね、なんか、はい、バランス的に。サンちゃんは？僕も40から65まで。40から65。じゃあ小柄タイプなんだ。はい、高いのはあまりです。ああ、そうなんだ。でも、ハグミラさんなら好きです。私167っていうのを見ました。あ、私167。それでは40から167まで。それでは177。171はダメだねっていう。あ、全然大丈夫です、皆さん気にしないです。ドヨンは？僕は156から、うん、169まで。78だ。78がすごいな。テイは？僕は小さくても高くても大丈夫です。僕は50センチから、うん、77センチくらいも大丈夫。おー、そうだね。テイ何センチ？僕今8081cm。 やっぱそうだよね、ミスターミスターってそこでも売ってるもんね、はい、身長でもね。大丈夫、180っていいよな。中井さんのお世話何センチですか？あ、まあまあ173cm。 うん、行ったり来たり。行ったり来たり。朝はもっと大きくて、消しゴムで売った、多くて、なんかそうそうそう、夜は小さくなりますかね。夜ね、一番小さいと120ぐらい。赤ちゃんですね。すごい。ああ、かわいい。高井さん。すいません。いや、嬉しい、嬉しい。160、60も、うん、僕も大丈夫。大丈夫。166も大丈夫。うん、155。はい。いい。いないですか？2メーター超えてる。うんじさんは？私2メーター超えてますよ。うんじさんは？私152から154の1。行ったり来たり。行ったり来たり。行ったり来たり。2センチが伸びたり。ロボットじゃん。あ、そう。はい。ロボットですか？ロボットではない。ちゃんと人間だから。行ったり来たりするのちょっとロボットじゃん。え、一番背高いのは誰なの、ちなみに？多分今みんな同じぐらいじゃない？同じぐらいか。全部80ぐらいだから。もう統一的に。多分。大体。対決しようか。対決。なるほどな、うん、一応、うん、ってなんかそれは毎日しても結果が出ないよ、はい、これを買う方でもしました。さあ、他にも質問ある。私、200センチ。200いた？200はちょっと食べれる。私も200。マジで？マジですか？マジか。バスケットやろう。いや、セホンマンだ。いや、2メーターあったら本当すごいよ。2メーターも魅力があると思います。マジで？うざすぎないで！進撃の巨人！進撃の人が見る番組なんだ、これ。わー。わー、すごい。
すごい似合って、好きな、のはスカート派ですかパンツ派ですか。パンツ。あ、パンツ派。パンツ。おお。パンツ。あ、魅力が全然違う。自分のじゃあこう彼女に履いてもらうならどっちがいい。パンツ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 。歩行はパンツです。パンツ。はい。パンちゃん。歩行パンツ。パンツ。どういうの。チンジが好きだよ、チンジ。ズボン。いやいや、言い方変えない。みんなパンツで着てたの。最後、ズボン。ちゃんと落としてくれた。あ、パンツが好きなんだ、みんな。長井さんは俺は、そうだね、もう履いてないのが一番いいけどね。やったーれエロ今日エロいですね。今日エロい、はい、エロく行こうと思ってね。時間もだって今日ちょっと遅いんだよ。そうです。30分遅れてるから。夜帯の長い。更新タイムで。更新タイムで。そっちの、そっちの原因ですか。そっちの原因じゃないよ。エロい原因じゃないよ。さあ、ということでここから企画に参りましょう。その前に、あ、ごめんね。メンバーだけでちょっとつないでくれるかな、はい、うんちゃんちょっと行こう。はい、ちょっと失礼します。え、何いきなり何ですか。え、何ですか。あ、はい、つまみの皆さん、プロの皆さん、ありがとうございます。はい、何や皆さん、なんか急になんか中井さんとおじさんが中野さんなんですが、はい、もしかして僕の誕生日。もうこれでしましょう。今日僕の誕生日かな、はい。多分あの今中井さんが、うん、あの星が痛いからちょっと病院にいさったかな。はい、分からないです。分からないよね、さっきからちょっと心配だったの。どこにいるの。正直僕今ちょっと分からないです、うん、なんか何びっくりした。なんで出るかな。いきなり出ました。なんか今日僕らになんか何も言わなくてなゲームをやるんだって。はい、だから秘密だって僕たちも全然分からないです。なんで秘密だか分からない。全然分からないですけど。それでは一人ずつ自己紹介お願いします。自己紹介めっちゃやったじゃん。あ、やったの。テイ君なんか手キス欲しくて、うん、さっきからずっと言うから。せーの。キモい。何やね。ごめんね。コメント見てますか。トヨン君エロいって。僕なんでエロい。トヨンさんの声がちょっとエロいです。僕？はい、全然。ちょっとエロいです。エロい。なんかそのゆるい感じがちょっとなんか何がゆるい？エロく見える。ただ言う言葉の速さとか速さ。目がちょっとなんか眠い感じで来る感じがちょっとエロい。来た。あ、何ですか？何ですか俺？袋？あ。何ですか？テラテラ。あ。ハロウィンもう過ぎたから全然面白くないですよ。さあイースターミスターの諸君、今回はこんな企画を用意した。ミスターミスター愛情記憶力クイズだ。ミスターミスターの記憶力と私長井とうんちゃんへの愛情が試されるぞ。はい、それをどうやって試すかというと、うすうす気づいてると思うけれども、今日の僕とうんちゃんがどんな服を着ていたか絵に描いてもらおうじゃないか。本番が始まってからもう20分以上喋ってたな。覚えてて当たり前だぞ。仮に覚えてなかったらどんだけ俺らに興味がないんだっつう話。一番しっかり描けていたメンバーには優勝商品としてクオカードをプレゼントすると。ああ、それをどういう、そんな、なんかもう絵とかもん、なんですか。絵でちょっと待って、あのこのキャラやりづらいから一回戻るから。絵でね、描いて。絵でよ、絵だよ、絵だよ、ピクチャー、ピクチャー。写真か、それ。こう、あのキャラクターどこかで見たことがあると思います。あれ、さっきのキャラクター。はい、今思います。ああ、ってやつ。はい、まあ、よくいるよね、バラそうなやつで。ああ、なるほどね。さあ、ということで記憶を遡って絵に描いてください。そして絵を描いている間は視聴者の皆さんはメンバーにいろんな質問を書き込んでください。メンバーには絵を描いていながらも答えてもらいたいと思います。す
ではしっかり思い出して頑張ってください。はい、行きましょう。いい、ミスターミスターのみんないい、絵を描きながらも、はい、今からミサのみんなが質問いっぱいくれるから、はい、それにもちゃんと答えながらだよ。はい、絵に集中しすぎてもダメだよ。はい、さあ行きましょう。よーい、スタート。ヒールとスニーカーどっち好きだって。好きな色はって。え頭痛いですよね。今日のご飯はって。今日食べました。あ、ハンバーガー食べた。何時に起きたって。最近ハマってるものは。あー、足のサイズ。早い。早い。早い。質問が早い。夜ご飯何食べた。土曜日はご飯食べたの。今日何食べた。エロいって韓国語で何て言うの。やはだ。デイ君明日何歌う。今日のファッションポイントは。彼女いますか。サッカー最近どこ行ったの。大丈夫ですか。今日何時に起きた。今日は1時に起きました。最近覚えた言葉は。日本語は。エロい。エロい。ちゃんと覚え、ちゃんと答えてよ、もっと絵に集中しないで。はい、はい、はい。味噌のことも気にして。はい、ちょっとやってね。あ、これ。アニメは、キレイ系、かわいい系。ん？かわいい系。かわいい系。お昼に起きたの？全部自分のエロいポイントは？自分の好きな動物は？犬。ちゃんと答えて。セクシーで、セクシーでかわいい。ちゃんと考えてよ。はい。はい、私のこと好き。誰かも。はい。私のこと好き。はい。これを機にもう今なら何でもうんって言ってくれるだろう。答え聞いてよっていうのあるから。答え聞いてだって。ビキニ好き。ちゃんと答えて。はい。好きです。好きな色は。お風呂でどこから洗う。お風呂でどこから。体から洗います。体から。結婚してください。無駄すぎる。結婚？結婚まだ早いな。私もとか知ってます。彼女は何歳から何歳まで大丈夫？デールしてるのと知らないどっちが好き？28まで。いつキスした？味噌にしてほしい格好は？キレイ系可愛い系？好きな色は？努力って好きって言って？映画見てるの？畑好き？デートして？全部読んでる。青い空好き？ヨンちゃんコーヒー何杯飲んだ？青好きな年齢。テイ君結婚して。何それ。年上年下どっち好き。デートしよう。質問待ち答えてほしい。永井さん早すぎ。いやしょうがないよ。彼女は何歳から何歳まで大丈夫。また同じ。ジミー話してよ。デートしよう。土曜に会いたい。青い空。永井さん棒読み。化粧してる人どっち。永井さんの下着の好きな色は、白。永井さん壊れた。テイ君注意して。手紙は韓国語で書いた方がいい。はい。ちゃんと結婚して。はい、結婚しましょう。トヨ君ワイン好きですか。ワイン好きですか。ワイン好き。年上年下どっち好き。どっちでも好き。トヨ君いつキスした。何が。お金ちょうだい。好きな AV 女優は。ちゃんちゃん結婚して。結婚しましょう。サンヒョン結婚して。早ー。お金ちょうだい。はい。ちゃんと結婚して。結婚しましょう。カレーですか。あった。カモン。ドヨンちゃん仲良い好き。おい、迷うなよ。迷うなよ。好きかな。サンヒョン結婚して。好きな飲み物は。買ってくれ。みんなでエロビデオとか見るの。ジェミン結婚しよう。おお。ちょっと、早く俺も疲れるからもう。誰が好き。ジェミン、感じ。ジェミン抱きしめて。誰が一番エロい。いや、みんなと結婚して。長井さんで。ドヨン、ドヨン喋って。結婚して。ジェミン結婚しよう。カレー一緒に食べよう。だ、色がないんですけど大丈夫ですか。チャンジェ好き。チャンジェ飲み行こう。抱いて。チャンジェ、チャンジェチューして。銀行口座ある。手にチューして。サンちゃんかけた。髪の毛、短いのと長いのどっちが好き。で、一緒に温泉行こう。誰が一番物好き。おかしい。ジーンどこ。チャンジェ好き。結婚してばっか。ドヨン君、スープカレー食べに行こうよ。チャンジェ好き。行きたいな。みんな恋愛してる。ジェミー喋って。チャンジェチューして。で、一緒にどっか行こう。チャンジェ好き。面倒見ます。カツマにいるの。ちょっと、あや、答えてよ。ドヨン、親子丼。親子丼嫌い。エクササイズ、あれじゃん。ラップでエクササイズみたいな。サンちゃんデートして、サンちゃん壊れてる、一緒に温泉行こう、チャンジェにハト、サンちゃんデートして、店員飲み行こう、
チャンチャンハートして、チャンチャンハートして、はい、ハート、土曜前髪切ろう切ってください。チャンチャン彼女いる、長井うるさい、うるさい長井さんハートいくら、1万ぐらい、チャンチャンハートして、温泉でリリーやべー、ちゃんとして、年下、年下どっちが好き？大好き、失います。ありがとう。デヨンの料理食べたい。デヨンさん、終わり。せっかく、僕は終わりました。お給料いくら？って言って手紙読んでくれてる。サンちゃんドライブ行こう。長井さん飲みに行こう。うん、オッケー。ちゃんとダブルハートして。ダブルハートは何ですか？両方で、両方で、両手で。はい、来た。長井歌って、ドリーはその人、最後会いたい、テイ君デートしたい、ドヨンキスして、長井歌って、ドリーはその人、長井マント外して、笑合ってるか、芸人さん、ジェミ、長井一緒に行こう、チャンチャン遊ぼう、遊ぼう、早い早い早い、長井歌って、ドリーはその人、チャンチャン遊ぼう、ドヨン調子乗ってる、調子乗ってる、何を呼んでる、ドヨンかっこいいよ。膝、テイ君変顔して、ジミーみんな卵をおごってどういうこと、はい、遊びましょう、お化けとか誰か見る、ウサギ、ジミーチューして、もう終わりました、おい、いい、かっこいい、じゃあ行くよ、行きましょう、はい、では、行きますよ、ちょっと、うんちゃん判断で一人ずつ見ていきたいと思います、はい、さあ、ちょっと待って、どうよ、秘密守ってる、ジェミン、すかしてる、テイ君、こっち見て、テイ君、絵に集中してる、お顔も素敵、どうよ、きれい、さつまいも、どうよ、好き、JK と塾長、てい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 、ジェミンはハーっとして、ちょっとジェミン君からいってもいい、ジェミン君からいきましょう、はい、それでは、ジェミン、オープン当てるかな、あー、なるほど、なるほど、なるほど、いいんじゃないですか、いいですよ、おー、いいんじゃないですか、見ている、なるほど、なるほどね、はい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 、え、でも、その赤いこの文字でいいって書いてるのなんですか、これ、長井さんのパンツのブランドね、え、あー、おー、ちゃんと分かってますよね、はい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 、ここまで見てんだ、おー、いいじゃない、次は誰ですか、次は、はい、ドヨン君、ドヨンでいいの、はい、じゃあドヨンオープン、超頑張ろうだそれでは参りましょう、ドヨンオープン、うんちゃん、あー、うんちゃんは、うんだ、あー、なるほど、うんちさんは全然時間がなかった、髪の毛も一緒そうだね、髪の毛も長いけど時間がなかった、わかんない、こんな短かった、ちゃんと帽子とか書いてるじゃないですか、ちょっと、なんで俺の場合顔描いてくんないねえなんで顔描いてくんない、ハットも捨てちゃってるし次誰ですか、次は、うん、あ、チャンジェ行きましょうか、はい、それでは行きましょう、チャンジェオープン、うん、あー、なるほどね、なるほど、なるほど、顔ちっちゃいな、ほんとモデルです、モデルですよね、ウエンちゃん今日、ウエンちゃん今日スカートなのに、ウエンちゃん今日スカート出した、はい、はい、でも上着はちゃんと、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 上着が合ってるよこれ上着が違うじゃん、違う、なんか俺の場合後ろに UFO 飛んでるみたいになってるさあ続いて誰いきます、ちょっとこんなの来るか、誰でもいいじゃないですか、頑張りました、さっきにサンヨン君、サンちゃん、はい、オープン、違うじゃん、ん、何を変えたの、あれ、カット同じじゃん、待ってください、ちょっと分かりづらい、同じ、あのさ、まあ、まあいいんだよ、あの服とかは、はい、まあ、ちょっと置いといて、なんで2人でも落ち込んでんだよ、これちょっと待てよ、足の短さないだろう、これ俺の足の短さよあ、時間がなかったんだよ
ちょっと待って、うんちゃんは何履いてんだあれ。あれドラム缶の中入ってる。何あれ。だボルトじゃん、ボルト。これはね、ロボット。なんか腰だらけめっちゃでっかい。ねえ。すごいな。同じ。絵心ないな。ああ。そして。あ、最後テイク。テイクいきましょう。テイクのオープンです。2人とも顔なかったんですよ、最初。え、これなくね？顔なくない？大丈夫。ちょっと待って、俺波平見てな。え、どういうこと？あ、ハットか。で、顔がないと。僕、雲仙さんの上はしっかり覚えてるけど、うん、下は分かんない。下だってスカートだもんな。あ、スカートだったんですか。ズボンだもん。ほんともう、そういうとこだよ。愛があるかないか。あ、雲仙さん、今日ズボンじゃないですか。ズボン履いたことない。あ、そうなんだ。すいません。それでは全員の回答が終了しましたので、正解ペンに参りましょう。まず、うんちゃん。はい。これ一番あ、そうですね。はい。あ、まず脱ぎ、よし。あ、よーし。やっぱり上着はやっぱりこれ。やっぱり同じ。さあ、誰だろうね。近いのは。そのなんか、よくガッツポーズできたよ、それで。同じですよね。ディテール。それ一番やべえから。普通のピンクドラマ。ああ、でも、うん、そうだね、うん。でもやっぱり上着がこれが同じだから。上着ね、黒でね。これを描いたいと思いました。中に花の色しかいない。あ、なるほど。色も同じです。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。ちょっと、ジェミーは僕、スカと靴の色も、色、黒、ピンク。ああ、そして、服も、服と、だ。これはね、うんちゃん決めて、決勝戦はやっぱチャンジェとジェミンだと思うんだよね。そうですね。他の3人はもう、スカとのディテール。捨てていいからさ。ディテール。スカとのディテール。ああ。でもこれ、顔じゃないか。でも自分が今日ちょっと見て欲しかったのはこれだったんで、チャンジェ君です。イエーイ。よっしゃ、じゃあチャンジェの優勝。でも僕のなんか手とかちゃんと、ウニさんの髪と顔も笑い芸人。終わったから、もう笑い芸人。笑い芸人。チャンジェね。イエーイ。じゃあチャンジェがクオカードゲット。総合でね。なるほど。じゃあ続いて僕の今日の衣装は、ちょっとうんちゃんこれどけてもらっていいかな。はい。ごめんね。あ、すいません。こちらですよ。さあ、こちらです。はい。あー、やっぱりやっぱり。二つ色全部同じ。これ分かりやすかったでしょ。はい、やっぱり。色全部入りました。これね、でもね、はい、同じ。ちゃんと、ちょっと見せてもらっていい？ちょっと、どういうものは？いや、もうどういうのは、継ぎはぎ感が強いです。僕でもこれジェミン近いかな。一番でもやってほしかったのはこれチャイナなんですよ。あ、ここのこれをやってほしいなっていうのあったんですけれども、でもリーでしょ、リー。でもね、色使い的に、あ、でもね、そうなんだよね。テイもいいんだよね。ちょサンちゃんとドヨンはもうないです。あ、消去できます。じゃあチャンジェもない。はい。ここの決勝だよね。残念。欲しい。色使いがね。あ、でもね、これはね、ちょっとね、決めたいと思います。僕に似てたのは、ジェミン。おお。なんでこれ半染めですけど。半染めじゃないです。半染めですけどこれ。あ、これ半染め、あ、これ短く描いてから長くなりない。でも、まあ僕的にはちょっとそっちの方が近いかな。はい。うん。あのちょっとね、前髪の赤いとこも入れてくれてるからね。前髪も入れてくれてるから。すごい、似ている。僕顔ないさあ、ということで一番近かったのは、あ、この中でも決めるってことか。あ、チャンジェの見して。チャンジェのうんちゃんと俺の、ね、ジェミンの俺ね。これはね、どっちが近いっていうとね、やっぱり、ね、俺の方になっちゃうと思うんだよ。どうしてもズボンだから。俺スカートっていう決定的なところがあるので、一番良かったのはこちらはジェミン。ほー、ほー、
はい、さあ、金一歩でーす。ありがとうございます。よかった。さあ、ということで以上、ミスターミスター愛情記憶力クイズでした。さあ、続きましては出ました、こちら新曲リリース前に一丸となれ。さあ、ということで以前単独ライブ前にやりましたよね、はい。これから少し難しめな、丸×問題を出題します。まず全員にファーストインスピレーション、一斉に回答していただきますが、問題はその後です。回答が丸の人と×の人で分かれた場合、全員でどちらかが正解か、それをしっかり、話し合っていただきたいと思います。それぞれなぜそんな思うのか意見を出し合いながらディスカッションしてください、はい、時間をかけてもらって OK です。そして話し合いの結果、はい、丸か×かミスターミスターとして最終回答を決めてください。そしてその後正解を発表します。話し合って出た回答がもし間違っていたらもちろん罰ゲームでございます。しかしその代わり、見事正解したなら1問ごとにもうおなじみ缶詰を1個プレゼント。全部で5問出しますので、全員が持って帰れるように頑張ってください。はい、では行きましょう。第1問目はこちら。こちら、さあ、アルバツクイズの1問目はこちらでございます。南極と北極、より寒いのは北極である。南極と北極中へ、南極と北極、北極だ。より寒いのは OX、 北極である。さあ、どうでしょうか。シンキンタイム。南極と北極、そうか、まずファーストインスピレーションね。저기춥다고생각하면 O 고아니면 X, X. 맞아소장맞아소장시다며요이단계에서1도答えを出していきます。丸か×か、せーので答えてください。어せーの하면일단、네、처음생각하는거 O X 각자하이해주세요。어디가더춥습니까？북극이더춥다고생각하면 O 고요아니면 X. 세ーの오오絶対 X。 ジェミン以外が丸、あ、ジェミンが×、一人になっちゃったから。お、では話し合って正解をまとめてください。はい、다같이얘기해주세요。어떻게생각하는지설득을하던。복구を信じて X にお願いします。なんで？なんか間違ったら복구が全部バチクゲームやろう。おお、そう、オーケー。 X、 はい、복구で X だ。でもなんでそう思ってるんですか？僕本で見ました。本で、あ、読まない読まないじゃん。あ、でも前の海で誰がだから女性と男性が誰がもっと、あ、それも本で読んだし、同じ本で読みました。でも昨日とかネットで、あ、詳しく見なかったけど、なんか一番暑い、あ、国とか。一番寒い国を見たけど、なんか北極、あ、そうですか。北極だと、北極だと見たと思う。が、それで北極はなんか白熊マイナス90度って住んでいるし、なんかわかんないけど、ね、あ、動物が住んでいるから、住んでいるから。南極は下になった、下、元下にいたら動物が全然いないですか。ちなみに東京が寒いですか、札幌が寒いですか。札幌。それでは、ほっ。あ、そう、その問題じゃないんだよ。あ、そう。勝手に問題変えないでください。地球はね、地球は丸だよ。ということで、答えがまとめてください。いいですか？あの、僕は正直に僕ら、あの、どうでもいいじゃん。あ、誰かがバチケイもされたら、ただいいじゃない？やっぱり、これと思います。これは、さっき言ったから。言ったじゃん、男らしくて。じゃあ、ジェミ君に任せよ。はい。X、OK、 いいですか？それで、はい、では答えがまとまったようです。では改めてお聞きします。南極と北極、より寒いのは北極である。 X、 ×ということでこちら正解。おお、すごい、すごい、すごい、中にゲットです。えらー、何個ですか？一つですよ。コチュチャムチ、すごい、コチュチャムチ。4対1の中、前もあったんですよ、ジェミンだけ1票ということがあって、それが正解だったことがあって、ジェミンやっぱりね、
ちょっと学があるというか、はい、僕本を結構読んでるんだよね。あ、僕もともと夢が学者あ、本当でしたが、そんなレベルの話じゃないんだけど博士あ、だからそんな話ではない。僕頭いいです。結構一般常識っちゃ一般常識だから。ちなみにですよ、それぞれの、平均年間の、ね、平均気温を見てみると、南極が約ですよマイナス50度から60度、で北極が約マイナス25度、約2倍南極の方が寒い。そんなに寒いの？北って書いてあるからね、あの北極に行きがちなんだけど、実は南極なんですよ。でも2015年度に、うん、なんかマイナス90度まで。マイナス90度？なんか見たよね。見た、本当に見た。あとでも どっちが調べて。どっちが？北極か。北極がマイナス90度になった。できないです多分。もうえらいことになってると思う。あ、すみません、間違えた。失敗した。かわいい。はい、さあということで続いての問題はこちら。シーザーサラダはシーザーさんが作ったサラダである。シーザーサラダはシーザーさんが作ったサラダである。わかんないよ。シーザーサラダって몰라요？はい、知ってますが。あ、ヒョン。あ、当てますか？とりあえず後で相談しましょう。じゃあ相談なしですよ。いきますよ。まず最初のファーストインスピレーションで丸か×かを決めてください。それではいきましょう。シーザーサラダはシーザーさんが作ったサラダである。丸か×か、どうぞ。お、はい。ということで、丸が3人、ジェミン、ジャンジェ、ドヨン、そして×がテイとサンちゃんということでございます。話し合って正解をまとめてください。シンキングタイムスタート。多分シーザーという名前がなんかシザーという人が、あ、なんか人がシザーという人に作ってくれたかが、シザーが作ったやつサラダがシザーサラダ。あ、シザーさんがローマに住んでたけど、僕に訴えかけないでください。みんなで相談してください。違う意見の人に伝えた方が。なんか丸だと思った理由が、これなんかめっちゃ怪しいじゃん。誰が考えてもシーザーさんが作ったからシーザーサラダ、サラダなんかちょっとおかしいじゃない？でも逆にそれが世界だから丸だと思ったのに。そうです。ちょっと今考えたら、あのスペリングが僕が今の思いではちょっと違うと。あー、シーザーさんがローマにあった、いた。うん。それで。シーザーさんがなんか有名とかで。うん、デジャビューが今あるから信じてね。占いさんですね。占いさん。それでシーザーさんがなんかシーザーを好きだった。だから丸？本当に？本当に。ドン君信じてもいい？知れてきて。あ、本当に？ドンさんがパチゲームを代わりに。あ、責任。なんか夢とかで見た記憶があるよ。あ、そうなんだ。うん。僕は何で見た？夢。夢の話まで持ち出した。夢で見た記憶があるよ。かわいすぎるだろよ。かわいいよ。何その答え。ジェミ君はどう思う？僕は O だと思います。丸。僕は X だと思う。バツ？でもドヨン君が今夢に見たと。いや、それは俺信じらないよ。それは逆じゃん。あの、テイ君、僕も信じらないけど。ただドヨン君が責任持ってそれからドヨン君の夢だったら僕は信じられないドヨン君の夢あんまり出ないじゃん。あの見たくないし。何でも本当にシーザーがローマの人だったらびっくりするよ。本当に。確かにシーザーっていうのシーザーはもうまとめてください。お時間です。ローマで作ったやつ。じゃあドヨン君の意見どこかで見た、よろしいですね。夢とか。それではドヨン君答えてください。シーザーサラダはシーザーさんが作ったサラダである。丸か×か。やっぱりね、丸ということでこちら正解。おー、本当に。いや、夢正しい。いや、すげえ。でしょ。おー、すごい。シーザーさん、すごいな。すごいね。夢で見たんだもんな、だよな。やくさん
いや野菜ちゃんと本当に知らなかったんでしょ。あ本当にどこかでなんか見た記憶がある。本当にすごい本当に本当に本当にデジャブデジャブって言ったさ。デジャブってニコ生で初めて言ったよ。すごいじゃん。俺こんな可愛い回答初めて夢で見たからっていう。いやすごいね。ちなみになんですけれども1924年アメリカの国境に接するメキシコの町アメリカじゃん。ちょっと待って、あアメリカだけど雰囲気があるロマン。あ雰囲気がだったと思う。雰囲気がロマンとかアメリカは全然全然違う。ティフアナのレストランシーザーズプレイプレイスのオーナーであったイタリア系移民の料理人シーザーカルディーニさんによって調理されたのが最初であると言われております。えイタリア系ってある意味やってますユーロップ系すごいな。すごいすごい怖い怖いですよね。でしょアメリカのなんかイタリア感じの。じゃちなみにちょっとどういうのだけ答えて、はい、サンドイッチはサンドイッチ伯爵がつから来てるっていうのは丸か×か。はい、サンドイッチさんが作りました。サンドイッチ伯爵が作ったのがサンドイッチ。はい正解、うん、おおこれは何で見たの。それはただ昔から夢で見ろよ。それは夢で見たよね。あなるほどね夢で見たよ、ね、はい、夢で見ました。伝統師さんね、さあ行きましょう。ということで続いての問題はこちらです。世界最大の花火のサイズは、開花後直径 1km を超える。世界最大の花火のサイズは터지고나서직경 1km 를넘는다고맞다고생각하면오아니면 1km 를超える丸맞지はい、はい、超えます。いきます。さあ皆さん、まずはファーストインスピレーションでお答えください。丸か×か、せーの。さあ、ということですいません、1人で違う。あのメンバーたちなんか4だけが×ですか。はい4だけが×で、全員が丸ということでございます。はい、なんでトロック×だと思う。さあ、みんなで考え合ってください。父はタイムスタート。なんで丸か思うの。おなんか僕が最近見た動画で本当にでかい花火が出た。オッケー。テイはえなんで、ま、あ見ても1キロぐらいはできるんだと思う。あそうなんだ。それだけ。絶対絶対。そして僕今年花火祭り3回行ったんですよね。あその時専門家、はい、専門家が行ったんで1キロ前で見ましたけど、はい、僕の顔まで事件だよ。はい、なんちゃんだとしたら事件だよ。でも嘘つき。僕はしっかりは分かんないけど、なんか半岸とかもともと自転車でなんか移動するとき結構あるから、そしてなんか今日何キロぐらいやったかやるから、でも結構長いよ。でもこれは世界で一番長いです。そうですよね。でも、まで、でも韓国でなんか花火パーティーパーティー花火フェスティバルするときめっちゃ多い、大きいじゃん、そのフェスティバルは。だからでもでもそこそそのい見たけど、そんなに1キロはできない。でもこれは世界で、世界で一番、韓国が一番の話じゃないから、世界の話だから。でもドヨンはそれをどこで見たの。韓国で見たけど、うん、その花火のファスティバルが世界、うん、世界でなんか専門家がいるじゃん。山が僕が 1km で見ました。顔まで来た。あの山が爆発することあるんじゃないですか。これこれがやってもでも何10km 以上は。でも皆さん、はい、どうしたどうした。僕は夢で見た。夢で見た。夢で見てんだよ。さっきも夢で見て。しょうがないしょうがない。本当に本当に夢で見た。本当にしょうがないこれ。夢で見て。じゃあまとめてください。いやどうか本当に見た。でもやっぱり専門家の人がちょい高かったから。さっき知ったから、じゃあ三君がやりましょう。ああ三君が世界に行って。三君今日のパチキム見た。はい
ちょっとやばいよ。はい、それで、ちょっと緊張するよね。責任持って。いいですか、さあ、見たけどね。はい。さあ、では答えがまとまったようです。では改めてお聞きします。世界最大の花火のサイズ、開花後は直径 1km を超える丸か×か。丸。正解は×です。いや本当に努力すげえ。努力すごい。だからドロンの夢を信じないと。本当にすごいね。ドロンのね夢は本当すごいんだから。いや努力本当にすごい。自転車乗っても結構長いです1キロ。ね、あなたたちが考えたより結構長い。長いさん、長いさん、長いでしょ。でもなんかいろんななんか季節あるんじゃないですか。なんか太陽だったら、はい、もっと。すいません。1キロさあ、ということで残念ながら不正解。連帯責任。マッチゲームでございます。あの顔前まで行きたくて言ったんだよ。キュアクみたいだったな。いいですか皆さん、はい、世界最大の花火は4尺玉、直径約120センチ、重さ約420キログラム、約800メートルまで打ち上げられ、開花後約800メートルのサイズまで広がるが、1キロメートルには満たないんですということです。ああ、やっぱり、ああ。その時100メーター出た。100メーターだった。ああ、やっぱりやっぱり。数字は分からないから。でもすごいですよね、100メートルも。はい、800メートル。800も大きいけどね、だいぶ大きいけど。ああ、そう。さあ、連帯責任で全員罰ゲーム執行でございます。全員ですか？全員なんだ。さあ、今回責任も。ではこちらのボックスから一つボールを取り出してください。罰ゲームの種類は3種類あります。こちら、梅干しかビリビリペンか、もうこちら恒例ですね、激酸っぱいヨーグルトでございます。今日は酸っぱい横綱が一番いいですよね。なんで？さあ、みよさん助けて。じゃあ誰引きますか？僕から。じゃあジェミン引いてください。ああ、僕じゃない。アイトリエッジやりますか？한명이대표로뽑고그뽑은걸전체로연아대원상이좀더야박하다지금재밌게가면되면재밌게가면조현상나니가유명아너조현군은유명대미타유명대미타구나조현군고래좀있다고래와유명대미타구나쿠파요구르트가이치방이이래서아비리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 내모블라크나블라크박스고래고래난가깃다난이난이난됐어스쿠치됐대뭐이오케이비리비리아난됐까난이見せてください。とにかく見せて。梅干し。わー、ということで梅干しでございますよ。これ本当に梅干ししかないじゃん。三四個顔死んでる。梅干し以外あるでしょ、ちゃんと。あー、ヨーグルトもある。あるでしょ。じゃあ、はい、皆さん持ってください。取ってください。あー、いや、ああ、ね、いや、お前ほぼ変わらない。お前切った。ああ、美味しいよって言ってますよ。私が食べたいっていう人もいますからね。実は食べたかった。お前、この人は本当に久しぶりよね。久しぶりだね。ああ、どこから切った。あ、ディオイ。ああ、すごい。ああ、じゃあスタッフさん、しょうがない、これは行きますよ。多分、ボコタ、ボコラ、梅干し嫌いのはニコ生せいです。ニコ生せいで嫌いになった。あ、美容医が。それでは、罰ゲーム執行。食べたらいいですか。あ、じゃあジェミン入れてください。サンちゃんも入れてください。美容医が。はい、かい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 く、パッと入れてください。とりあえず入れてください。はい、さあ、もぐ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 、もう耐えられないって人は向こう側に消えてってくださいね。うん、いいですか、大丈夫ですか。あれあれあれ、ジェミどうした。ジェミどうした。ジェミどうした。うん、あれ、ドヨンとチャンジェとサンちゃんはいけてんのか。犯人我慢してる。大丈夫。食べないよ。どっちかにして。
食べるか食べないか。どっちかにして。どっちかにして。あ本当にどっちかどっちかにして。で唯一残ってるのがドヨン。唯一ドヨンですよ。ゆっくりと。ゆっくりとドヨン行ってますよ。ドヨンすごいな。行けたんじゃない？その表情で気持ち悪いや。穏やか。ドヨン行けた。美味しかった。おお。わあ。わあすごいな。全然顔美味しくないじゃん。でもなんか特別な味が込めてるから。よかった、すごいすごい。ドヨンかドヨンかっこいいって、すごいねって来てるよ。ありがとうございます。男ドヨンって来てますよ。おー、やっぱり美味しい。ドヨン我慢強い。いやいや、嘘つけ。梅干しはやっぱり美味しい。このコメント欲しいからって嘘つくんじゃないよ。全部食べました。すごい、ドヨンコールがは、ね、梅干しはできない。収まりませんけれども、はい、さあ、ということで続いての問題いきたいと思います。ごめんなさい。さあ、続いての問題はこちら。日本の面積はイタリアよりもドイツよりも広い。일본의면적은이탈리아랑독일보다넓다맞으면 O 아니면 X 에그죠이탈리아랑독일보다면적이넓다고요이탈리아도독일독일독이탈리아가도이츠요리아니요이탈리아랑독일이독일이혼요리보다일본이넓다고요일본이일본이넓으면 O 나라보다넓으면이탈리아랑독일이합친걸봐아니지아니요하나하나따로야이씨뭐어우뭐난잔독일이생기나요고마워고마워너사이야本当に怖かった。さあ行きますよ。それでは行きましょう。日本の面積はイタリアよりもドイツよりも広い、丸かバツか。これわかんない。丸丸丸あ丸。さあ、ということで×がドヨンとチャンジェ、はい、それ以外は丸ということでございますね、はい、それではシンキングタイム用意スタート。これは丸だと思います。なんでこれ昨日夜僕どこかで見たんですけど、見たんですこれ本当に見たんですけど、アジアが結構広いんです。あのヨーロッパとかヨーロッパが、ヨーロッパがなんか世界のなんか地図でなんか本当に多すぎる、で大きすぎる、大きすぎるで、表紙、表紙が何、表紙、印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 、表紙出ているんだって地図の中で。だから実際のサイズより大きく、はい、はい、大きくできるんだ。それで多分リオは札幌もあるし、あの北海道もあるし、いろんな長くてなんか広いじゃないですか。分かんない。いやいや本当に見たよ。なんか全体的な広さですよね。ちょっと待って。全体の広さです。あの日本の長いから、はいはい、日本の方がでかいですか？うん、日本のが、さらっと危な。でかいですか？いや言えない言えない言えないよ。どう思いますか？どう思う？ね、いや言えないけど。どう思いますか？俺本当に見たけど。でも分かんないけど、なんか昔なんか。ドイツなんか強かったなんか、うん、国の力が強かったよ。それはなんかどのぐらい国の広さも重要だと思います。うん、僕夢で見ました。夢？日本が大きいです。日本が、いや、あのイタリアはちっちゃいと思いますが、あの、うん、なんかそのクチュみたいに、うん、姿が、うん、でもドイツがどうか分かんない。あ、でも日本が広い、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 なんで日本が広い、なんでなんで、ドイツもあんまり広くないです。あー、そうか。なんか日本が韓国のこれ、半半島、うん、朝鮮半島、朝鮮、朝鮮半島の 1.5 倍だと聞きました。それは聞いたよ、それは知ってる、はい、それで日本が大きい。だから地図でなんかこうやって見たら、あの本当の、あの今の地図の中にはヨーロッパが大きいけど、大きいけど、多分本当だったら小さいんだって。でも東京から札幌まで本当になんか今日僕なんか強かったから僕信じてね。でもあ夢で見た、これは夢で見たから信じてきて。絶対的ななんか信号があります。証拠があるんですか？証拠があります。うん、イタリアとか
ドイツはもう電車とか地下鉄もう電車とかで行けますどこまでも、うんうん、でもリヨンは札幌まで、うん、飛行機でも2時間3時間くらいかかるから、うんうん、東京からです。なるほど。沖縄まで全部沖縄までこれ沖縄まで特にしちゃった。あの海はあのしないから分からない。海、まあ、海じゃなくてただ土地だけでしょ、はい、でも땅만땅면적あん、でも聞いて皆さん聞いてください、はい、僕ちょっと話してもいいですか。はい、はい、なんか夢で見なくて実はなんかめっちゃ広い国とかめっちゃ小さい国とかあるじゃん。でもその中で日本はなんか大きいだって見たことがない。あの僕が考えたら僕もともとは町だったけど日本があの人数が世界で何人だったかな、結構高い 1億結構高いあのランキングで10位ぐらいです。結構高いランキングであったから、あのイタリアとドイツはそのランキングの中で2億は落とせよありませんでした。なるほど、はい、だから日本の方が大きいかなと思う。あのそのじゃあ答えがちょっとどう長いだろう、じゃあ変わりました、変わった、はい、丸になったってこと、はい、OK ということは あと1人ドヨン、どういうんだけ罰、逆に罰でも何で見たのそれ、何で見たの、夢で見てんのさあどうする、もう時間ないよ、はい、もう僕はもう連れて行きます。 OK じゃあもうチャンジが決めていいですか。はい、いいですか、それで行きましょう。あ、答えがまとまったようでございます。では改めてお聞きします。日本の面積はイタリアよりもドイツよりも広い、丸か×か、どうぞ。正解は丸ということで、お見事正解、ツナ缶ゲット。イエス、どうかで見たくない。よし、ありがとうございます。あ、助かった助かった、ありがとう。一人だけ夢で見たってね。あ、でもこれは夢で見なかった。さっき夢で見たってよかった。あ、よかった。ちなみになんですけれどもね、日本は約37万8000キロメートルに対して、はい、イタリアは約30万1300キロ、ドイツは約35万7200キロ、ギリギリじゃん。日本の面積が一番広いということでございます。はい、なるほど。さあ次でラストの問題です。日本でかい、よかった。さあ行きましょう、ラストの問題はこちら。パンダの尻尾は黒い。パンダの尻尾は黒い。パンダの尻尾は黒い。これは、はい、あ、どうだ。オッケー。じゃあ、マジマグだ。さあ、まずはファーストインスピレーションで、丸か×かを皆さんお答えください。それでは参りましょう。パンダの尻尾は黒い、丸か×か、どうぞ。答えは×。お、今回はサンちゃんとチャンジェが丸、それ以外は×でございます。それでは皆さんでシンキングタイム。シンキングタイム、どうぞ。パンダは店員さんの専門ですから、はい、尻尾黒、絶対白い、絶対白いです。本当絶対白い、白、これ本当白。パンダの映像めちゃくちゃ見たよ。で絶対白、あ、絶対白い。あ、そう、僕もなんかコンプパンダという映画があります。カンフパンダ、僕ちょっと変えてもいいですか。はい、僕が今年上野公園とか一人でたくさん旅行しましたから。僕は専門です。だから白い、オッケー、白い、本当に白い。だから×です。あの今のところ丸と言ってるのは僕だけですが、チャンジェだけ。あの、その尻尾の色が決まってますか。なんかパンダずつ違う、パンダによって違う、そういうことはありません。あ、そうですか。絶対みんなそういう風、なんかここが黒いパンダもあるし、ここが黒いパンダもあるし、いやいや、俺が多分あの本当に黒だったら可愛いから、あのお尻だけ出たよ多分。あの本当にパンダのここが
黒だったら、うん、俺がそこだけ見てたけど、うん、白いだから、うん、あんまり気にしなかった。あ、そうなんだ。尻尾が黒いの方が可愛い。お、あ、可愛い。尻尾が黒いの方が可愛いんだ。いや、意外に黒いから、お、可愛いなって。あ、そう。白。はい、白い？みんな白いだと思う。はい、上野公園が、上野動物園が、なんかアイアントパンダが有名で、うん、それで白いです。見ました。なんか僕も想像を今したけど、なんかおかしい。黒い尻尾だったら。黒いだったらなんか似合わない。バランス。なんで？バランスが。パンダだってここがちょっと黒くてここ下はちょっと白い。あの尻尾が白いのがちょっとおかしくない？ここは白いんだけど、うん、ここだけ黒いのはちょっとおかしくない？あのこれベチベチじゃない？いやいや。ここは黒くてここは白いや。フロンが？さあそろそろ見てもらいましょうか。フロンじゃない？갑자기또생각이살짝바뀐다어아세모시로시로까시로그요고고시로다까라시로아시로다시로다ちょっとちょっとちょっと見ましょうちょっとここがここがちょっと白いじゃん黒だったらちょっとおかしくない白黒아わかんないじゃあテイコンが専門だからでいいですか聞いて行きましょうそれで行きましょうじゃあ白がパチよねあ白がパチいいですかはいそれではもう分かんない分かったようです組織に分かんない何が知ってるパンダの尻尾は黒い丸か×かどうぞ白正解正解は×ほう正解おおおいおということでお見事正解ツナ缶1個ゲットすごいちなみになんですけれどもね、目の周りも鼻も手足も黒とくれば尻尾も黒と答えたくなるんですけれども尻尾は白なんですね多くのぬいぐるみの尻尾は黒の場合が多いのですがあれは実は間違いなんですこちらですこのような形ですねあ、はい、でしょもう似合わないじゃんなんですかはい、似合うじゃんそうでしょ似合うじゃん本当だ、うん、尻尾が長いですね僕は丸だと思いましたあ、なるほどなるほどなるほどしっかりと生えてるんですねこんな感じなんだあ、そうなんだなるほどめっちゃ可愛いそうなんださあということで以上全員揃えて目指せ正解丸バツ券でしたそしてこちらのコーナーです。いきましょう。ミスターミスタープライベートフォトさあミスターミスターのみんながスマホで最近撮影した写真を大公開しちゃいます。では1枚目こちらです。どうぞ。おやんちゃん。かっこいい。あ、僕。あ、昨日ファンミーティング。かわいいな。これ柄がかわいいね。これ何柄？何柄？この絵は、ああ、ティータイム。ティータイム。お茶。お茶とかの。お茶とか。はい。洒落てるよな。ドヨンの洋服、本当言ってるもんね、俺ね。うん、いつもその楽屋とかでおしゃれだねっていう。ありがとうございます。でも結構もらってるものも多いよね。はい。だからみんなセンスいいよね。はい、送ってくれる人がね。ねちなみに僕11月6日だったんでまだもらえる、うん、プレゼントもらえる期間にはいると思ってますさあ続いての写真こちらですどうぞなんです、ね、あ、僕ですおはい、僕昨日、うん、ファンミーティング時、うん、なんかマネージャーさんが、うん、撮ってくれましたおお、はい、かっこいいねこれも、はい、昨日はなんか意外に帽子を取って、うん、ファンミーティングをやりました、うんかぶって、これは何歌ってるんですか。これ、多分東神機のトウェイは、さん東神機さんの、いいね、こう座りながら甘い声で歌われたらたまんないもんね。なんかいいな。宇宙欲しいな。こっちブリンブリン。靴もいいしね。かっこいい。さあ続いていきましょう。こちらです。どうぞ。あ
かわいいやちょっとなんかイメージ違うな、かわいい、なんかちょっとさ、腹話術の人形みたいじゃない？テイテイ、あんまりニットとかかぶんないじゃない？いや、あの、オプルがあります。ちょっと赤くなるオプリ、アプリ、アプリ、はアプリ、アプリでやってんだこれ、はい、あだからちょっと違うのか。あのこれあのチェミ君かサミ君か一緒に中尾で、うん、何か食べながら撮りました。へえ。でこの写真が好きになって、うん、今日僕が送りました。好きこの写真が好きになって好きになって送ってくれたんだね。はい、いいよいいよいいよ。こうやってキャスパーに似てる。さあ行きましょう。続いてこちらです。どうぞ。おはい、ちゃんちゃん。はい、僕です。かわいい。かわいいね。あ、かわいい。あのサードシングルはいはいの記念に写真撮った、はいはい、うん、あいい写真です。指が綺麗だよね。ありがとうございます。肌綺麗な。あの逆に、うん、はい、反対側にはドヨン君が、あ、そうなんですか。いました。いるのかな。何してる僕。あの、カリー。あー、カレーカレー屋さん。あー、なるほどね、うん、さあ、続いていきましょう。こちら、どうぞ。あ、これは誰ですか。僕です。サンちゃん。これは PV の中の写真ですけど、うん、あー皆さんがこれを見て自分が良くなるかな考えてあげました。髪の色がなんかどんどん、はい、ずっとなんか違うの色になるから、うん、後ろから全然違う。全然違うじゃん。もともとこんな色だったけど、うん、金髪になりましたね。なんかもうこれさ、はい、女の子みたいだよね。うん、あ、そう。うん、そうですか。どこが？ですか。いや、なんとなくこれで多分化粧してあのエクステとかなんかつけたら超綺麗な可愛い女の子。ああ、ありがとうございます。多分ね、全然違うと思う。ここわからない。全然違うと思う。ここわからないけど。プリティーボーイ。可愛い可愛い。食べちゃいたい。さあ続いていきましょう。次はこちら。お、かっこいいじゃん。あ、僕。あ、昨日ですけど。同じじゃん。あ、同じですけど。ごめん。写真がなかったから。すいません。あ、でも、ゼミ君とファンミーティングする前に、うん、撮りました。隣はあ、ゼミ君の、あ、耳。左顔。はい、結構耳が大きい。大きいじゃん。はい、でもなんかかっこいいね、このコントラストがこう光と闇にこう、はい、ね、一枚でこう見れて、はい、二面性があるっていうかね、はい、なんかいい写真だと思います。ありがとうございます。さあ続いていきましょう。こちらどうぞ。ああ、これはこれ僕だけど、はい、最近 iPhone が壊れて、うんカメラの、あのこれちょっと写真がおかしくないですか。そうだね。あのカメラの液晶이뭐죠液晶画面。画面が、はい、あの床にパーッ、ぶつかった。で、あのカメラもパーッして、あのあ、カメラの方のあれが。いいね。あの、なんかさ、もうこれ、はい、口から魂が抜けてってる感じ。インカメ撮ったらこんなになるんです。でもなんかアプリの効果みたい。いや、それじゃない、ただ普通そう、ただ iPhone の普通の無料公開。これは床に僕がパーッボーッって撮ったらこう説明できましたか。今もう使えないのそれは。で、足あ、こんな話はない。はい、もう修理ね。いいって、なるほど、なるほど、わかりました。さあ行きましょう。次こちら。明日僕です。さあジェミー、はい、これは何の。これは結構前の写真です。これは何ですか。すいません、あの正直に僕の携帯が壊れちゃって。またかい。はい、写真が全部壊れてる。顔がないじゃん。
ジャミ君のは何ですか。ランちゃんいいこと言ったね。あ、僕だからいつ言おうかと思ってたんだけど、はい、あなたの顔を CG で入れてくださいそれ真ん中に。なんか普通に入れなくても顔ないよね。なんで壊れた。あ、手洗うとき落ちてしまいました。携帯も洗いました。携帯も。来てください。来てください。新しい表現。さあ続いてこちら。おはい。お、僕です。なんで。はい。こちらはいつの写真ですか。これはあの僕一人で、はい、なんか料理を、うん、食べることが、うんうん、日本に来て、うん、なんか趣味になって、はい。あ、それ僕の趣味ですけど。うん、同じく撮らないでみたいな、はい、ま、真似しましたが、はい、なんか、はい、そこでリコ生のために撮りました。でも、チャンネル君はいつも同じ感じですよね。でも髪の毛が違うじゃん。あ、髪結構長いですよね。おー、そう長い今。美容器もよ、切りたい。わかめ、わかめ。そんなことは言わないで。わかめみたいな。髪かっこいいって、髪型かっこいいって。わかめさん。さあ行きましょう。続いてこちら、どうぞ。おー、イエー。これちょっとセクシー。え、セクシー？本当に。これは僕の写真です。サンちゃん、かわいいな。これは、あー、本当に今までおセクシー。何がセクシー。全然わかんないこれ、ね、これは、僕たちリリーベイするとき、うん、僕がなんか、社名会取るとき、うん、社名会するとき、僕が一番、うん、最後にするから、うん、僕がなんか暇だったら、暇の時間に、うん、皆さんのために撮りました。なるほど。これはね、あの元気が出る一枚ですね。そうですよね。これはもうファンのみんなが見たらこれ元気になれるわ。これ可愛いもんだって、うん、純粋に可愛い。ありがとうございます。もうそっちの人って言われてもいい。もう可愛い。これはありがとうございます。認めざるを得ない。ねえ、うんちゃん見てどう。え、めっちゃ可愛い。ねえ、可愛いよね。さあ行きましょう。続いてすいません。アイドルっぽい。次の写真。次どうぞ。Oh yeah。マジ。Oh、なるほど。僕の写真です。マジックシアター。外国。なんか映画っぽい。ね、なんか、外国っぽいじゃないですか。そうだね。はい。で、セミ君が撮ってあげたんです。撮ってくれたんです。で、セミ君とよくあの、うん、買い物とかやるん。うん、ですが、僕はもうあんまり買わなくて、ただ見るだけでも嬉しいだから、うん、趣味だから、それもセミ君があ、ここ雰囲気いいよねって、うん、で、撮ってあげたんです。かっこいいなぁ。たまんなるな、やっぱりミスタミスタ、なんでもかっこいいね。さあ、残りは3枚です。いきましょう。こちらです、どうぞ。お、ドヨンちゃん。僕この後ろには僕です。デミンがいる。はい、あ、同じ。ジェミンがなんか食べたい。あ、僕食べたいですか。はい、写真でなんか後ろにいたから、うん、あーして、ジェミンを食べちゃおうっていう、はい、ここは得意な。なるほど。遠近法でね。はい、いいね。かわいい。かわいいでしょ、いろさん。いいよ、食べたいって言われてるもん。食べたい。ドヨンの唇、エロいって言われてる。あ、やっぱりエロいですよ。皆さんが今、僕を食べたいって。うん、ダメです。ダメです。美味しくないです。さあ、ラスト2枚いきましょう。どうぞ、こちらです。あ、僕です。あれ、はい、あ、来年の、来年じゃなくて、うん、去年の冬、うん、今のなんか季節に。あ、ちょうど1年前とか。これ俺と、俺覚えてる。これ撮ったの。はい、中井さんと初めて2人で撮りました。ねえ、はい、それで撮ってくれて記念したいから。 いいね、2人ともイケメンでね、これね。あ、お互いだね。いや、人気出るよ、この番組。はーい、やっぱりそうですよね。いい雰囲気ですよね。はい、いいよね。はい、そうだね。うん、さあ、永井の顔でかすぎじゃないんだよ。違うんだよ、顔が小さすぎんだよ。まだ俺も小さめって言われるんだよ。僕は、永井さんのその髪が好きです。はい、こっち側の髪型、はい、刈り上げてるやつ。それがもっとイケメンっぽい。今ダメ。今ダメ。はっきり言われて。しっかり言うんだ。はっきり言うわね。はっきり言われて。さあ、ラストです。こちらです。どうぞ。あ、はい、僕の写真です。え、何それ。
あのなんかあれフットビバと準備時間俺何準備時間なんで可愛いじゃん。俺何してるの？可愛い。食べる。なんか顔は不満がある。そうだね。テリーだけなんか俺だけ中身違うみたいな。あ、肉の枚数少ない。あの僕多分その時、彼が僕ちょっと。ピンクがちょっと違ったの。ああ、そうなんだ、そうなんだ。かわいい、かわいい。でもなんか、せっかくカレー食べるのに。あの、くとびばと準備する期間に、うん、あの、結構カレー食べますか、うん、みんながなんかこうやって並べて、うん、食べる姿が、うん、本当に可愛くて、可愛いから、うん、撮ってみました。ああ、なるほど。はい、いいね、これ一列で、ね、仲良く食べる感じが。可愛いです。皆さんが僕の起きたばっかりの顔をなんか文豪だもんね。気になったんですが、それです。起きたばっかりでその顔です。でも可愛いってみんな言ってくれてますよ。ありがとうございます。さあということで、そろそろお時間でございます。エンディング参りましょう。さあ、一人ずつ感想をお願いいたします。はい、今日はどよん君からやりましょうか。どよん君、はい、じゃ あ夢でも結構見たりあったけど、あ今日もやっぱり楽しかったです。あ見てくれてありがとうございます。ありがとう。あ今日は本当に楽しかったです。今日はこれもらって帰るかな。あ仕事みんなで食べます。ありがとうございました。ありがとう。はい、あの今日も楽しくて、あの秘密の企画楽しかったです。どんどんやりたいです。そして僕はあのうんじさんが一回ズボン着てほしいです。ああ、なるほど、はい、ズボン入ってほしい、はい、逆にズボンで、はい、コンプレックスあるんですか。葛藤のために。コンプレックスある？コンプレ足にコンプレックスが。あ、そう。あんまりズボン。あ、風がひどい。何がひどいよ。何がひどい。相手のズボン一回言ってみようか。ちょっとチャレンジします。ねえ。すみません、あのスカトのために負けたから行ってみました。楽しかったです。ありがとうございました。さあ、ジェミ。はい、僕本当に長井さんと恩治さん、恩治ちゃんに愛情いっぱいあるから、いつでも公開の企画用に試してください。あの絵を描くやつ？絵を描くやつ、はい、もう、こんな、どんなやつでも、うん、はい、いける。はい、僕、いけるから。でもまた次それやるって言ったら、もうそれもうみんなグーって見るでしょ。毎日。毎日います。はい、皆さん今日見てくれて、ありがとうございます。ありがとう。はい、皆さん今日は僕以外にお兄さんたちとジェミン君がツナがありますよね。僕もツナ食べたいです。食べて。わあ、やだ。食べれんだ。今日なんか面白かったんです、皆さん。なんか面白かった。全部面白かったんです、皆さん。大好きです。ありがとうございました。ありがとう。さあ、ということで告知があればお願いいたします。はい、今週の土曜日は東京って新宿店でイベントをします。皆さんぜひ来てください。はい、はい、日曜日はタワーレコード渋谷でリリーオベを行います。絶対会いに来てね。はい、僕たちのソロコンサートが12月25日にクラブアートロであります。うん、皆さんお楽しみにしてください。はい、公式ファンクラブやブルーウェルメガジン、インスタやツイッターで僕たちの最新情報は配信しているので、よかったらチェックしてみてください。あ、詳しくはホームページで。どうなんですか。めっちゃかっこいい。さあ、それではお別れでございます。次回の配信は決まってますか。ごめんなさい、未定ですということで、まだまたホームページで発表しますということで。はい、今してくださいね。もう久々に、ま、あの連続だったよね。あ、そうですね。ね、はい、先週今週とちょっと見てでね、ここはもう本当にね、すぐもったいぼるからね。その金撮影やがって。
さあということでミスターミスターのニコ生ね、月額会員の皆様を楽しんでいただけましたでしょうかということで、ぜひ次回も一緒にミスターミスター、こちら番組楽しみましょう。最後にミスターミスターみんなからの一言をお願いいたします。はい、皆さん今日も見てくれて本当にありがとうございました。以上、グッドビーベーミスターミスターでした。ありがとうございました。ありがとう。じゃあウォーキン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 、それではみんなにお休みの言葉をミスターミスターからちょうだい。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。コチュチャムチ。グッバイ。グッバイ。おやすみ。バイバイ。コチュチャムチ。ありがとう。ありがとうございました。